川先生への挨拶の中に、今年は辰年である、大先生の年である、阿弥陀村雲こち寒原の竜王の年である、そういうようにおっしゃって、第100の年である。だけれども神様のことでなしに緻密な稽古を重ねながら一歩一歩を前進いたしましょうというようなご挨拶がありました。これは愛知道新聞の中にもそういうのが出ております。で、阿弥陀村雲くじ寒原の竜王と今私が持ってまいりましたのがこの書でございます。これは上島先生の守護神であります。皆さんそんなこと言われるとちょっとおかしく聞こえるかもわかりませんけれども、この二度死の生まれの人は何々のお釈迦さんの土地人、あるいは千手観音の職人である、いうようなことを昔からこう言われます。あるいは西洋でございますというと、年の生まれた年によって何々だがこうであるとか、それから死後の神様がこうであるとかというような用の遠ざれを問わず、そういうように、言われております。と申しますのは、上島先生は我々に教えた言葉の中に、人は神の子、神の生き目である、人は神の子、神の生き目である、生まれながらにして生まれる前にも神様である、生まれにもこれからこの写し目や体がなくなっても神様である、神様には変わりがないんだ、そしてこの写しみの時には神様に修行されて、そしてさらに向上していくのであるというように、おっしゃっておりまして、ちょっと聞きますというとおかしな話ですが、事実そうなんだということで、ご自分で私の守護神は阿弥陀村雲くじ寒原の竜王である、だからこの体がなくなった時にはこの阿弥陀村雲くじ寒原の竜王と合体するのである。で、今ご存知の通り岩間神社にはこの阿弥陀村雲くじ寒原の竜王を、ね、合体されたものとして愛知神社としてお祭り申し上げているので、ございます。そのことを今年はそういう年でありますから、一生懸命正月の書き込みに一生懸命書きまして、そして皆様方も知っていただきたい、知っていただきたい、ただ武道が強くなって動き下がってここになるということでなしに、阿弥陀村雲のこのね、これ寒原の竜王である、神様である、すでに私たちも上島先生の神様たちの神としてやるというようなお気持ちでやっていた。これはどうなるかというと、阿弥陀村雲というのは知ってる方はご存じかもわかりませんけれども、スサノオノミコトの分身であるというように上島先生がおっしゃっておりました。と申しますのは、スサノオノミコトというのは知ってる人ありますか、スサノオノミコト。はいはい、三能の御事、そしてこれは火の川上において、老夫婦が泣いてる姿を見てどうしたんだって言ったならば、この大和の土地が出て、私の娘を、一人娘をこの一目ごけにあげなきゃならんのに、それで、泣いてるんだ、こういうようにおっしゃったところが、三能の御事はよし、だからその我々を退治しやがる、いうようにして、大和の乗せるのは八本のこの頭があって、そしてこう仮面をやつやって、酒をいっぱい入れて、そして、夜になって出てきた。そうすると、まず、この娘よりもまず、かけたということで、同時に頭を突っ込んで酒を飲んだ。そして、両手いるところを、佐野の御事が一つ一つ、お気に入りになる。そして、ずたずたにお気になったところが、尾の方にカチンと落としたから、それを出してみると、これが剣であって、それを名付けて、阿弥陀村雲、阿弥陀村雲の剣と、こういうふうに申し上げるのであります。そして、三王の御事は、その阿弥陀村雲の
照らす大御神様に献上するのであります。えらい話になりましたけれども、これもやっぱり雨のもらくむというものを知っていただくために、知っていただくためにやはり解説しなければならぬのが師範の役目であろうと思って、あえて嫌な話だなと思ってしまうのも分からないませんけれども、すがるをいない一つの相手と学ぶ人の一つの道しがれであろうと思ってお話ししているわけでございます。10年に1回しかお話しいたしませんけれども、それでですね、献上するわけです。そしてアマテラス大御神様はそのことを心よくお受けなさって、そして今度は天孫二神の御事、天の御事のアマテラス大御神様の御孫の二神の御事が天下りするときに、他のいわゆる神器、いわゆる玉、鏡と一緒に三種の神器としての一つとして二神の御事にお助けになる、この精神でもって国を治めなさい、言うて、そして、人間にご覧のそれをお祭りを申し上げながら、国を平定してね、治安を維持していくわけなんだけれども、ね、あれは、天の神殿のように、大和武尊の御事が、この、東の方の平定においでになるときに、そしてこれは、お前に預ける。そしてこれでもって、この御事でもって、お神で、聞かない者たちを心向け合わせようにということで、その剣を、雨のもらくもの剣をおさ預かるわけです。だけれども、預かるとしても、この大和武尊の御事がこう進んでいくというと、四方、この草むらのところに気をつけて、そして焼き討ちにするんです。ね、焼き討ちにされては止まるからして、その剣を抜いて草を投げ払って、そして向かい火を焚いて袋の難を逃れる、そこから草薙の剣というようになんか変わるのであります。そしてその草薙の剣には今も足立ち無料の御神体としてずーっと立ってお祭り申し上げているのであります。これが草の御事が天照の御事に献上する雨の村雲の剣、その遺徳を、ね、その遺徳である自分の災難ものまで、またこのね、松の輪の者のところのね、ある正しいことの、まさか高橋という先生がおっしゃっております、それで正しいところの天地の事項に従わないところの者たちに対するところの一つの ただいたまえ清みたまえというての一つのものであります。ですから、この雨の村雲と時三原のということの、そういうような空気というのは、一泊とか、それから三匹とかというような、9つの、いわゆる何年までの人は、どういう性格だというようなこともよく言われております。そういうところの気ですね、その気、その気を持って、ね、この、この子供が魔法をしながら子供が現れて帝王をしていく。で、サムハラというのはスサムです。ハラは大海原のハラ、高浜原のハラです。そういうような神に始めたのハラというのと同じようなサムハラで歩くというところです。ですからこの実はこのもう網の村君がワンワンとこういうふうになっているというのがございますけれども、それは12年に1回本部道場に出ますが、その払いたまえ清めたまえ、払いたまえ清めたまえと言うて、いわゆる、ね、邪神弱というものを払っていくところの、ものである。ですから相手とは相手を投げるものでなく、己の邪神を払う、ね、そして全てのものを吸引していくというところの、ものである。こういうことで、ございます。で、一生懸命書いていましたが、まずね、こういうふうに書くということを、ね、一度、しゃった先生がこんなこと言っておったけど、あなた分かんなきゃいけないことを言っておったけど、そしてね、それこの、ね、こいつさんからの理由を、ということを、まずはお話し申し上げてね、参考に相手と習ったということまで、ね、まあ、そういう意味で、もう一回、雨の村雲の時
Thank you.
決して争わない。円の中に入って争わない。それから三角に入っている。三角に入って、ね、はい、もう一回、ね、さっきのものは直線、ね、直線に入って、直線に入って、ね、直線に入って、これも日本言も同じように直線に入って、三本目も同じように直線に入って、今度は4本目は逆にパッと横に通して横っちゃうね、はい、横っちゃうね。最初の3本は直線に入れて、ね、2番目は入れに三角入れに、ね、相手の自分が三角になる、三角。4番円の部分、ね、円の部分ね、
이건 타인을 사박히고 온 거예요. 타인을 사박히고 온 거예요. 잘하는 타인이 무시하게 이런 일을 하시면 타인을 사박히. 왜 타인이 아이들도 아예 알아서 하나? 아예 알아서 하나 이거도. 손으로 나면 네, 뭐 이렇게 네, 네, 아니 알아서 하나 이거. 알아서 하나. 알아서 하나 이거는 뭐 주인 그 가인이지. 도대체 뭐 동목공을 이렇게 시합을 이지 질문을 치. 네. 그래가 알아서 하네. 알아서 하네. 대단히 하네. 네. 앵기 마을 것도 알아서 하네. 아래가, 네. 삼각이 할. 그러면, 네. 세입기도 못하냐. 알아서 하네. 강경이 나. 왜 그러냐. 시험, 시험, 알아서 하나 해봐도, 그 흑하의 노릇이, 그 도심이 흑하의 노릇이, 나가서 돈이 왔다. 에메, 뭐 하였다. 에메, 만나지 마니. 자, 그 도심이야. 에메, 내가 해. 그게 나는, 그건 누가? 나. 에메, 나가서 여기 에이, 마. 나의 구도, 너 하지명아 애니, 너가 저 어떻게 나가야? 네, 네, 애니가 나의 대, 네, 규지어도 고치라니 마와 규지어도 마, 왜? 구원 나나? 구원 나나? 애니?
そうなんだよ、で、それでいい、ここね、ここね、ね、もう一丁のところをしっかりやる、ね、やってやる、大量が大事だな、ここまで、ね、これが1、そしてね、2と3と入る、ね、これが1、ここからして、ここまでなしに、ここまで1、でね、ええな、ええか、うん、すみません、ね、ちょっと切った、この姿勢が入るように、それで前進して、ね、かっこよく、かっこよくだけど、入ってくるじゃない、言うように、自分のね、捧げすぎて、かっこよくだけど、入ってくるというふうにやっております。はい、どうぞゆっくりと足を投げないで、来たものを口切って進んでいく。今のは流す、流す、ね、流す、今のは前絶対に争わないこと、ところが争って相手をね、打ってきた剣を口切ってしまうというのも一つの合気道の中にあるんだということをね、知っていただくために、横目口のね、口切ってしまう、ね、打ってくる、あたら、さまに、ね、打ってくるやつを一歩バーンって打ってくる、そしてね、流すばかりでも流す、主題は流す、絶対に争わないのであるけれども、ね、そんな話に。打ち切って打ってきた剣は強い、ね、ものがあるんだということを皆さんに知っていただくために今の打ち切って、ね、ここで解けないよ、うんうん、これは人拍子だ、ね、この手足が打ってくるから、こういうふうにしたら必ずここに来るに違ってる、決まってるんです。打ってくるんだ、決まってるんだ、ね、この辺を打ったら何もすることない、ね、ここに打ってくる、ここにバーンとね、横目のために打ってくるから、ね、だからしてそういうことある、ね、だから構成するよ、パッとこういう止まる、止まる、そいつをね、そいつを止まらないで、足がこういう、ね、うん、ねえね、それをこうするな、うん、これは遅い、遅い、ね、そしたら、ここに、せ、ね、うん。もう一本はどうするかというと同じように、はい、後ろの方に。